にちは。こんにちは。お願いします。年俸の話僕はい来ましたね。はいはいはい、はい、あの芸人のお金の流れっていうのは、はい、僕わからないです。そうです、今特に注目されてますからね。ね、いや例えばジュニアさんが3億とか4億の家建てたとか、ニュースになってましたね。なってましたね。やっぱりいいんですか、お金って。いいかどうかっていうと、そのアルバイトしてる時に比べたらもう100倍ですけど、昔のね。だけど変な話、寄席なんか全然もらえないですし、何千とかでしかもらえないです。やっぱあのテレビとかの方がいいんですか。これはあのテレビがいいっていうのは多分冠番組の司会者の方とかだけで、僕らはテレビのギャラはそんな高くないです。だから僕ら一番お金がいいのは、まあ、そう CM とかもちろんそうですし、その向きにすると営業ですね。ああ営業、営業、年間営業ってどのぐらいするんですか。営業は僕らは結構多いので毎週ほとんどあるって感じですね。だから5、60とか年間に、年間に、まあ、もっといって、もっといって、ね、週1じゃないでしょ、週2ぐらいあるでしょ。12ぐらい言ってますね。だけどまあ土日で大体営業に行くスケジュールを今事務所は切ってて、土曜日がラジオやってるので、うん、まあなんか営業半々ぐらいですかね。ラジオ終わっていける営業と日曜日は地方営業っていうので。でもその芸人って最終的にコマーシャル取れるようになるといいっていうじゃないですか。いやいいですね。いいですね。いやコマーシャルないですよ。でもやっぱりこれ対象とかいろいろ取ると全く格が変わってくるわけです。いやどうですかね。やっぱ漫才師としての格が上がるだけで、やらがテレビで上がるっていうことはあんまないかもしれないですね。テレビはまたテレビ芸っていうのが違うじゃないですか。だから別に僕らがゴールデンのなんか司会とかそういうのをやるキャラクターじゃないですから、どっちかというと漫才で舞台上がって、あとは寄席とかはほとんどももらえないですけど、出てまたそのそっちが来るように寄席に出てイメージつけてみたいなことだと思うんですけどね。そういうのが堅実でいいっていう人もいますし、はい、テレビの場合はやっぱりなんかああいうことがあってね、じゃあテレビ出れなくなった時に場所ないじゃないですか、うん、だから寄席芸人の強みは謹慎しても関係ない、まあ、テレビに出なくなっても一応いけるし、はい、ネタがあるのでその強みだけはありますよね。だからネタだけは作っとかないとダメなんじゃないかなと思うんですよね。でもやっぱり賞を取るっていうことも大切なことですよね。賞を取るっていうのは大事ですね。箔、ね、がつきますもんね。箔がつくとかですね。なかなか取れないですからね。まあ箔がつくといえば、はい、オールスターで、はい、ホームラン競争、ホームランダービー、ホームランダービー、なんかノミネートがあるでしょ。あはい、三等票、三等票ですよね。あれ俺らの時は指名制だったんですよ。昔からやってましたよ。やってました、やってました。何人でしょ。いやいや 3試合の時はそれぞれ違う、あの同じ人も出ていいんだけど、監督とかマネージャーが今日お前出てとか言って2人ずつセットパーで、それで競争すると、で1回指名されて、はい、えちょっと待ってくださいよって俺はまあ無理だ、いやそらえみたいな感じで、いやちょっとさ芸人さん80何本とかいやでもフリーバッティングはで入れるぐらいのコツはあるんですよ。まあそれでもなんかホームラン競争にしちゃ体貧相じゃない。まあまあ外国人とかね、ポンセとかね、まだ分かんないですよね。年間何本も打たないって知ってるからファンが、それが出てきてもつまんないじゃない。まあ何ノミネート誰、はい、あいいですか。今年セ・リーグが坂本選手、山田選手、村上選手、鈴木誠也選手、須郷選手とロペス選手と読売岡本選手、あと丸選手と広島の相澤選手と阪神梅野選手ですね、うん、はい、これはノミネートだ。今ノミネート選手です。安保用で決まるっていう。パ・リーグはで、パ・リーグはですね、西武山川選手、ロッテレアード選手、ソフトバンク松田選手と、デスパイネ選手と楽天浅村選手、オリックスの吉田選手、西武秋山選手、はい、千葉ロッテ鈴木大地選手、うん、で、またソフトバンクで鈴木大地、はい、で、今宮選手と甲斐選手、はい、はい、で楽天から茂木選手、森友哉、西武ライオンズ茂木選手、柳田選手ですね。ちょっと予想しましょうよ、はい、誰がホームランを取るか。ああなるほど、まあセとパで一人一人、はい、難しいな。もう一回はもう一回はい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 
おー、浅野さんですか。まあ、面白い。山川もいてる。もちろん、はい。でも山川っていうのは普通じゃない。まあ山川かなと思うけど。なんだろうなと思うけど。でも、競争になってホームランを打つコツがうまいのは浅村だと。浅村。おー。まあ山川も飛び抜けてるよ。飛び抜けてるけど、はい、なんか山川じゃつまんないじゃん。はい、なるほど。一番人気ですもんね。うん、はい、でも俺は浅村がうまいと思うよ、競争なんだ。俺はもうパ・リーグは山川で行きたいです。ああ、そうそう、しっかり、しっかりやっぱり。しっかり。セ・リーグは、セ・リーグですね。はい、これはちょっと難しいんですけども、村上でじゃあ。ああ、いい。自分も一緒です。いいっすね。お前もう別になったっすね。俺も一緒に。いやもうそれはもう師匠が言うから。村上ちゃん。気が合わせて。はい。それはそうっす。僕、あのセリーグ、鈴木誠也選手、あるんじゃないかな。ああ。はい。もう、高額に。あのね、いや、もうね。鈴木誠也の振り幕見たことあります？いや、ないです。札幌ドームで、はい、僕この前取材行って、見たんですよ。はい、バティスタと見たり。バティスタっていうのは高い放物線を描いてるんですよ。鈴木誠也、ショートが飛びつくんじゃないかっていうのをそのまま入りましたね。いいですね。これね、一回見た方がいい。あ、そうですか。もうやばいぐらいすごいです。鈴木誠也。はい。じゃあ、いやただホームラン競争になると、はい、そんなにうまいバッターではないとかもしれない。ホームラン競争になるとか、ね、いやちょっと大舞台に強いとかね、山田テストとかちょっとそうっすねー。一回4打席連続ホームラン打ったことあって、ね、まあでもやっぱり村上、ね、いやでもちょっと、うん、期待したいっすよね、村上選手。うん、歴代で僕がそのうまさを持ってるバッターを挙げるとすると、はい、一番は岡田さんですよ。阪神の、はい、あの人はホームランをフリーバッティングでホームランを出したらナンバーワンの岡田さん。あ、そうですか。ホームランバッターっていうイメージじゃないじゃないですか。まあホームランも結構打ちましたけど、でもそのうまさっていうのは僕ナンバーワンだったんだね。清原とか落合さんとかもいましたよ。だけどその力があるじゃないですか。だからまあこれでも入るだろうなっていうんだけど、岡田さんっていうのはやっぱそのテクニックがあったんです。飛ばすのとその角度をつけるテクニック。力だけじゃない、力だけじゃない、で技があった。はあ、それは練習の時とか。練習の時とか。へえ。でもそんな首位打者とか何回も取ってないじゃないですよね。ベスト10の2位が最高ですからね。そうですよね。あと田村、田村っていうのはあの DeNA にいた。ほう、あー、そうそうそう、どっちの外野ホークスにいた田村。キャッチャー。あ、そうそうそう。あ、じゃあキャッチャーじゃない、キャッチャー、外野手、大井に村の。あ、そうそう、あれすごかったですか。いや、コーチで人志右へちょっとホームランを狙って見つけたら、振りバッてパーン入れるんですよ。いや、今度引っ張ってみてパーン入れるんですよ。じゃあお前難しいのはお前センター行ってみつったら、センター入れますよ。すごかったね。すごいっすね。やっぱ能力的にはすごかったです。しょっちゅう休んでるイメージ。そこがね、そこはやっぱりちょっとめりましたよね。そこはあるんですけど、43本ぐらい打ちましたね。打ちましたね、頑張って。でもね、技術的にはやっぱ確かなものがすごかったですね。それすごいっすね。そうですか。まあ多分内川とかもそのレベルだろうと思いますけどね。でも田村よりはパワーがないから、センター入れてみって言ったらちょっと苦しいかもわかんないけど、田村はきれいに入れました。いや、やっぱ技術ってすごいなっていうのは、コーチをやってて改めて、はい、松井さんとかですか。あー、やっぱすごいですよね。あ、そうか。嬉しそうっすね。すごかったっていうのは、ヤンキースに行って、ワールドシリーズに行った時かな。あの、マルチネス。ペドロ・マルチネスですね。ペドロ・マルチネスね。からホームラン打ちましたね。ライトポール。やっぱすごい。いや、すごいですよ。あの50本打った時もすごかったね。五十嵐から最後あのファウルぐらい落として、一回キャッチャー落として、そう、あの後ありましたね、全部ストレートでね。そう、あれすごかった。いや、やっぱすごいですよ。何がすごいかって、ブレないことがすごいですよ。気持ちも、はい、自分が悪い、三振したくないから当てに来るっていうことがない。まあ、落合さんもそうだったんですけど、気持ちも体もぶれない人間っていうのは、うん、落合さんと松井秀喜ぐらいですね。やっぱ他はなんとか当ててとかなんとかするんだけど、気持ちも体も心技体ぶれなかったのがこの2人かなって思いました。今まで見てきてね。
当てに行っちゃって崩れちゃうみたいなもんですか。まあありますよ ね、精神的に追い込まれてて、前の打席三振してるからもう三振したくないから1球目から勝負いくとか、そういうことがなかったもんね、この2人が。わあすごい、普段やってもそうなっちゃうんだもんね。そうですね、置きに行くというか、ピッチャーで言う。これはあの本当に一本グランプリっていう大喜利の番組があるんですよ。誰に一番初めてた時に答えても答えても一本が取れなくて、全然違うんでしょうけど、なんかプロ野球の選手がヒット1本出ると楽になるみたいなのがマジでよぎったんですよ、あの時。でこれマジで俺1本も出ないでこの大会終わるんじゃないかと思って、それでどんどん置きに行くんですよ、答えをこう客に合わせた、余計また7とかいかなくて、それでもう途中からもういいやと思って、もう吹っ切れてもう毒舌みたいな、もう俺らしく行こうと思ってから一本一本一本続いて、なんか6本ぐらいは最後行ったんですけど、途中までは本当にヤバかったですね。だからもう自分のスタイル基本に変えるっていうことだったでしょ。そうです、そうです、そうです、お客さんのことを考えるんじゃなくて、自分のペースで自分の基本に立ち返ったということでしょ。もうそれがやっぱり一番スランプの出し方ですね。出し方ですね。その後にもう一回1本ぐらい出た時に、今度逆にポン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 って決まったんですよ、ものすごい調子よくて。で今度変に、あこれ優勝できると思っちゃったんですよ。そっからもうなんかまた置きに行っちゃって全然出なくて、そのまま終わりました。あだからね、野球と一緒ですよ。一緒ですね。もういろいろ考えちゃいけない。首位打者をいけるんじゃないかとか、やっぱ振りに行かないと首位打者は絶対取れないよね。やっぱフォアボールも欲しいとか、いろんなこと考えるよりも打って結果を求めないと絶対ダメです。率残したいとか、そう守りに入ったら負けますね。いいですね。いい話ですよ。いい話。攻撃がね、一番防御と攻撃になるのは最大の